来たお客さん、三成様から預かった沢山の城をかけて俺と一丁勝負と行こうぜ。でもそうだな、普通に金をかけてもつまんねえし、ここは一つ別のもんで行くとしましょうか。お願いします。おやっさん、お願いします。拙者もあのような活躍をしたいのだがな。ちょいと俺と7番勝負ってのはどうだい。俺は犯に張った。さあさあ、財を振っておくんな。お願いします。一かけらでいい、何か手がかりを。あっちゃそちらさんの勝つな、持ってけたぞ。おお、お体に力がみなぎっているようですぞ。次もこの調子で参りましょう。お願いします。私です。お願いします。二番勝負だ。マジ半端ねえの。ハンデどうだ。さあさあ、あんたのやる気バシッと張ってもらおうじゃねえの。誰にも腰抜けなんて言わせない。言っとくけど、無謀な賭けはなしだからな。お手すきの方、または鹿好きの方、ぜひ春様合格にご協力ください。お願いします。さあ、春様はどこに。知らない。お願いします。本当に。下手人は僕がきっと捕らえてみせる。おやっさんの大しき角にかけて。お願いします。お願いします。一つの掴み、皆さんまとめて弔って差し上げます。お願いします。敵対象を撃つまでご無理は禁物ですぞ。おっと、そちらさんの勝ち。やるねえ、あんた。やばいか、佐藤。なんだか敵さん、ますますやる気が出てきてないか。ちょっと撫でさせてくれないかな、その鹿をさ。お願いします。三番勝負だ。半を譲って俺は半。もしあんたが負けたら、守りは忘れて突っ走るってのはどうかな。お願いします。こうして痛む余裕は、お願いします。この姿ゆえの結果。やったー。ガチンコ勝負でそうなってんなら、まあしゃあねえよな。お願いします。やったな、サコ。相手の守りが一気に崩れたぞ。どうよ、俺ってば突きまくれっしょ。お願いします。おやさん、大丈夫。大将にはやると言ったらやる凄みがある。あ、ハル様。じゃあ、なかった。お願いします。次の勝負、ちっとばかしでっかく張るぜ。ここで勝ったら力が倍ってのはどう。
やりすぎ。お願いします。決めたらお願いします。ハンデどうだ。いくらいハンは勘弁してよ。対策ピッチ今しか滅傷。ロジャさんもようこざんすね。いや、おっさん、ちょっと天海様、頑張ります。佐藤君、誰かと遊んでるよ。そのようですね。はて、どちら様でしょうか。行こうよみんな。あの、あっと無双だ。はい、え、主人か。マジでか。ここで俺が負けるとかありえなくね。おお、勝ちましたな。みなぎる攻めの力で一気加勢といきましょうぞ。佐藤君、実はここ一番に弱かったりして。見たか、知ったか、俺は無敵。スンリに油揚げをさらわれるか。まだまだ。スンリ行けば食べ放題だね。確かに無敵なのに。ほーら、盛り上がってきたっしょ。お願いします。勝負、残りも少ねえし、ここでドーンと気合い入れてこうぜ。はい、お願いします。超、超に張った。お願いします。もしかして無実でしたか。生療法は大きすぎる。お願いします。な、いや、なりませんね。そらじゃねえ、みんなを裏切るかよ。お願いします。おやった。じゃあ、おいけっせ。おあた、マスター、いかさましてねえだろ。まだあんた、おい、サコン、敵さん、ずいぶん気合い入っちゃったよ。俺は戦場を完全に掌握している。お願いします。お次の6番はと。やめてよ天海様。おい、今日は催し物があると聞いてきたのですが。僕は業務さんの借金2人がお相手だ。ちょっと、どうして僕が勝手に決めないで。まあ、お願いします。いいではありませんか、キングス。私たちも楽しくやりましょう。僕のために君が決断。天海様、あの人だけでも倒してよ。万が一の折には解釈を務めました。頑張ります。手がかり一つ残っていないとは、下手人なにがし、恐ろしいやつ。お前はもう包囲されているぞ。なんで、もう少しぽっちゃりな方が元気出るんじゃない。なるほど、同じ体型なら身代わりにできます。お願いします。承知します。逆に考える、ここで願いちゃえば逆転できるって。やだ、ここが層の一人におぎるとは、あなたは怖がりなのです。やだ、お願いします。しらみつぶしにしていけば必ず。待っていてください。またお会いしましょう。おそらくは表側で。全部夢で、目が覚めたら温かい鍋をしてるんだ。まずいぞサコン、兵糧用のキスを持ってかれて。ちょっとあんたらひどすぎじゃね。
そんじゃば、次はいよいよ。掴んだ未来も、かけなきゃ離れていっちまう。さあ、一発勝負だ。シーマ・サコン。入ります。よし、ここまでのあんたの負け分、きっちりといただいてから勝負といこうぜ。お願いします。シーマのサコンに過ぎたるものが2つあり、三成様と任せてくれたこの城だ。やーべ、こんなダセーとこ三成様には見せらんねってのお願いします。ガセンタ行くっすよ、おやさん。お願いします。超人突破キリンゴ。負けた、調子に乗っていました。次は絶対負けねえ。分かりましたって。頑張ります。我こそはキリンジ、鹿之助、大活躍で、あれで、あ、待ってください、おやさん。ではあなたの証言聞かせてくださいっす。俺はあの夜確かに見たんだ。なんだかこう闇夜に漂う不思議な光を。多分。なるほどなるほど、いかにも怪しいっすね。謎の光、これはハル様失踪と関連があるのか。あるとすれば一体。その光は月からの使者。実はハル様はかぐや姫の末裔で、ついに迎えが来たのでは。うん、はいはい、なわけないっすよね。でも一応一つの可能性としては無視できない。じゃあ冗談す、冗談なのでお願いだから、あ、足を踏まないで、おやさん。後の石田軍はおとりか。豊臣本隊三河に進軍。月夜には闇をかける忍びの姿も見えるとか。お尋ね者発見、縄にしましょう。